え、じゃあ本当は中学卒業したらもうすぐプロレスラーになりたかったんですか？そうですね。あ、で それでプロレスは受けようみたいなのがあるんですか？そうですけど、テストいつあるか分からなかったんです。まあ、でも全日本テストプロレスですかね。世界大会出てからテストを受けて、まあ、それ全日本一択だったんですか？まあ、武藤さん好きなんで。そうか。2011年ですかね。あれ、それでじゃあ上京してくれってことですか？そうです。テストはあの武藤圭司はやっぱすごくて、うん、テストにお客さん入れるんですよ。うわ。で投票で決まるんで、で事前にメニューも発表されるんですよ、うん、で自己アピールタイム、うん、いやこれこうカンフーやったら俺の勝ちやんけ。確かに、うん、カンフーやって、でその時一緒に受けたのダイモンジですね。へえ。ダイモンジが最初に自己アピールタイムをやったんですよ、うん、外人野球の外人選手のモノマネ。ラミレスか。ダイモンジ選手ほんのやったの。ラミレスのモノマネやってもうめっちゃ滑った。勝ったと思って。地獄の NSC みたいな感じになった。勝ったって。じゃあ俺水拳やります。水拳やったことなかったんですけど。なんで？ちょっと疲れてるじゃないですか。ああ。フラフラしてる。あ、本番フラフラ。それを利用して。そう。だから夜行バスでテストの前に東京着いて、テスト前あのネットカフェ行ったんですよ。でジャッキーの水拳調べて、うん、そこで肩覚えた。その場で、はい、すごい。絶対しんどいから、うん、水拳やったらもうちょ休憩。頭いいな。なんかいろいろ考えてるのことがすごいな。それ受かりました。それでやっぱ水拳もう受けたって言い方あれですけど、そうです、受けました。受けた受けた。もう食い気味に受けてましたよ。その時受かったの僕だけです。うわすごい。で全日はじゃあ17からも入るってことですか？全日18の終わりぐらいですかね。あ、結局18の終わりぐらい、はい、でいきなり寮生活。そうです。その時ジェイクリーと2人でした。うわ。で半年早く入ってましたね、ジェイクが。あ、でも一応同期ですけど、まあ先輩ですよね。あ、まあ、年も向こうが上だし。確かに。あれ、誰か付き人ついてたんですか？付き人カズさんとカズハヤさんと、あと太陽ケアさん。太陽ケアさん。太陽ケアさん、なんか珍しいですね。外国人の人があんま付き人つけるってない文化ですね。はい、まあ選択だけですけどね。あとは試合前一緒に練習したりとか。ああ。カズさんにいろいろ教えてもらうんですか？まあ練習も教えてもらいますけどね。うん、その試合後の食事会も一緒に行ったりとか。でその終わったら洗濯してみたいな。うわーきついな。え、その時って寮ですよね？寮です。寮長みたいなのもいるんですか？寮長は海さんでした。おお、濃いなメンバー。海、真田さん、武士さん、うん、大和さんがいて、あと浜さんもいました。え、浜さんも寮にいるの？はい。あと中野上さんもいました。あと曽谷兄弟。そりゃ兄弟、すごい、みんな今それぞれの場所で、はい、そうそうたるメンバー。あとニグロさんもいました、ね、あ、ニグロさんもいた。そうだ、一時いた。初めて寮入った時に、はい、ソファーでニグロさん横になってました、ね、何やこの人も。レスラーかなって思いますよね、はい、誰よりもでかいし、はい、いや、一回ニグロさんにチョココロネ温めすぎて怒られたと思いますね。やけどして。あれ10秒ぐらいでいいんですよ。分からず1分ぐらいになって、もうチョコのソースよ、もう激アツ、デロデロになってるし。え、その時道場は結構むちゃくちゃですか？じゃあそんなメンバーいたら。そうですね、大変でしたね。だってだから生まれ変わってプロレスラーになるかって言ったら絶対もうならない。そんなレベルですか？もうあんな振動もしたくないですね。でもみんな仲はいいですよね。仲はいいですね、うん。まあ、でも可愛がってくれましたけどね。可愛がりは。でも練習はきついです。まあまあそれはね、もちろん。このまま倒れたらいいのになと思ってましたもん。もう逃げる元気もないです。明日逃げようと思うんですけどね。うわ、もう毎回もそんなレベルですか？気づいたら掃除の時間だと思って、朝。なんか本当になんかもう気づいたら朝になってるっていうのはやっぱ本当なんですか？本当っすね。もう絶対なりたくないですね、生まれ変わったら。絶対なりたくない。二度とあの経験はしたくないですね。だからやっぱ練習もそうですけど、やっぱその後の飲みとかもきつかったんですか？だって浜さんなんてやばいんじゃない？その時まだ二十歳じゃなかったんで。あ、そうか。デビューが二十歳ぐらいです。はいはいはい、はい。だから二十歳になった瞬間はやばかったです。もう二
20歳を道場で迎えたんですよ。わあやだな。その時はもう甲斐さんとかも結構もうみんな出てて、おうおう、寮長浜さんと最悪なんですよ。でもう、はい、お祝いしようと。記憶ないです。うわ、練習はその当時誰がメインで教えてくれるんですか。あのだいたい3時間あるんですけど、1時間1時間先生が変わるんです。それは午前から。いや続けてです。11時スタート。11時からはカズさんが、まあ、走ったりとかやるんで、ね。1時間まず先生が、はい。あとマット運動とか。はいはいはい。でその後受け身ですかね。はいはいはい。たまにケアさんがいるときは受け身ケアさんがやってくれる。太陽ケアさんってその時も結構日本にいたんですか。シリーズの時はいました。シリーズの時いて。ああ。で最後船木さん来るんですよ。船木さんがスパーリングとかやって。うわ。もうめちゃくちゃきつかったです。もう結構ね、散々基礎体力使った後のこのまま締め殺してくれと思ったんです。楽にしてください。船木さんなんかすごいね、なんか練習厳しいと言いますか、はい、ちゃんとしっかりやるって言いますよね。そうそう、でもやっぱむちゃくちゃ強いんでしょ、船木さん。はい。めっちゃ怖いです。だって手も尋常じゃないからでかいって、はい、でかいです。うわ、もう、なんですか、寝技からスタートみたいな練習が始まるんですか。そうですね。じゃあなんかもう極端なし、はい、じゃあ逃げてみたいな感じからやるんですか。だから5分間スパーリングやるんですけど、はい、船木さん5分たいろんな選手、いろんな選手、はいはい、5分になったら僕はそのままで相手が変わるんですよ。だから僕はずっと1時間ずっと打って、うわ、結構スクワットとかやった後ですよ。受け身50本とかやって、それ船木さんずっと見てるんですよ。はい。で一番きつかったのは浜さんです。浜さんのスパーリングもあるんですか。はい。めちゃくちゃきついですよ。もう初期 UFC みたいな戦い方がわからないです。どうやってですか。こう立った状態から始まるんですか。で倒されて抑え込まれる、逃げろって言われて無理でしょ。うわ、逃げれたら練習終わりみたいな。うわきつい。でも浜さんもしんどいですよね。確かに浜さん耳元で早い逃げろって。逃げろ。いや無理です。無理ですよ。もう言えないし。確かにね。もう行けなくない。だって浜さんもそんなスッてね逃げ切れたら浜さんも浜さんって言われちゃうしね。行きできないですよ本当に。そうだよね。あの時230キロありましたからね。うわ。怖っ。浜さんあのよくホテルであの壁にボディーソープついてる時あるじゃないですか。こうやってやる。胸筋がすごいんで。胸筋っていう概念なのかなあれ。この辺から助走をつけるらしいです。この辺から助走をつけて、うん、もう動かない。こうやってできない。こうやってできない。できないんだ。この辺から助走つけないといけない。で、パパパ、一瞬す、足りないやつ。足りない。しんどいなそれ。で中で回転できないんで、うん、あのユニットバスで、うん、後ろから入って前から出るらしいです。ゴミ収集車でした。ゴミ収集車。別に車でいいでしょ。なんでゴミ収集車で言ってるの。そのファンの頃とレスラーになってから接してどうですか、イメージという。いや今でももうあれメガハートになりますね。やっぱり、やっぱ武藤さんちょっと特別ですか。はい。武藤さんって結構やっぱぶっきらぼうなとこあるじゃないですか、はい、でもちょいちょいそういう優しさを感じる時あるんですか。いや、優しさしか感じたことないですね。おー、1回しか怒られてないですね。え、逆に怒られたことあるんですか。あの、シャワー一緒に ついていく時に後楽園のシャンプーとボディーソープこう渡したんですよ。うん、バカ野郎、お前俺シャンプーいらねえよって。それだいぶいろんなところで話してるでしょ。完成されすぎだわ、彼。それで練習生になってデビューってなるときマスクは武藤さんに言われました。マスクかぶれって言われて急に、はい、で中国っぽい名前つけろって言われたんですよ。自分で、はい、よくサインから考えたんですよ僕。ほう。で武術やってたじゃないですか、うん、で武藤さんが好きなんでブーって書きたかったんですよ。あ、ブーはどうしても入れたかった。武藤のムーブを、はい、中国読みでウーっていうんで、うん、なんとかウーにしようと思って。あーすげえ。サインにブーってこうブーって T シャツありますけど、あーブーって書きたかったんですよ、うん、で何にウーにしようかなとめっちゃ考えて、うん、もう明日発表ですみたいなの言われて、武藤さん結構無茶ぶりだね。でアンディ・ラウっていうのがいるんですよ、うん、
で、アンディ・ラウにしようと思って、で、アンディ・ウにしたんです。へぇー、武藤さんにアンディ・ウどうですかって、別に何でもいいよって思ってこけましたよ。適当だな。中国っぽければいいよって感じなんですかね。そうっすね。マスクは用意するからって感じだったんですか。マスクはなんとなく、まあ自分でなんとなく書いて、うん、で、できたんです。へぇー。で、デビューを。デビュー戦がもうジュニアハイパーリーグっていう前日のジュニアのリーグ戦だったんですよ。公式戦です。いきなり、はい、デビューから公式戦エントリーされてるんです。ああ、それ謎のマスクマンみたいな肩書きで、その当時はやったんだね。そうです、そうです。で、1回戦が田中みのりさん、カズさんともやりました。近藤さんと、うん、金本さんもいたかな、うん、結構なんかすごいメンバーと連戦で、それだって大丈夫かな。だってそれだってデビュー戦ですよね。はい全敗でしたけど。いやそれプレッシャーとかなかったんですか。いや逆になかったかもしれないですね。もうどうでもいいやみたいな感じで。もう鮮明にデビュー戦って覚えてるもんですか。覚えてます。覚えてます。あ、デビュー戦は公式戦じゃなくてタッグマッチだったんですよね、うん、田中みのるさんと組んで、あ、じゃあ戦う中野さんと組んだんですよ。おー、はい、で、田中みのるさんと戦う。ジレだと。ジレって試合内容とかどうですか、覚えてます。まあ、俺は覚えですけどね。まあでもなんか緊張とかしなかったですね。まあ、めっちゃなんか幸せな空間ですよ。俺がリング上かみたいな。いや、だいぶ余裕ありますね。大体の人が結構記憶ない。余裕はないですね。いや、でも、うわ、これがプロレスのリングかみたいな。で、いろんなお客さんもいてみたいな。はい、だいぶ余裕。これ中野上さんね、全然タッチに行かなかったんですよね。ずっと降りたかったんで確かそうですよ。で、中野上さんちょいちょい戻ってこいとか言ってるんですか。じゃあはい、ああ、カスカスって言って、うん、で、タッチしたりとかです。ああ、全然無視して、で、今度すぐ手伸ばすんですよ。ああ、空気読めないです。出たいから中野上さんが攻めてても、はい、手伸ばしてダメじゃないじゃあデビューしてからは、じゃあやっぱもう憧れのこの全日本で、そうですね、一番きつかったのジョー・ドーリングとシングルマッチですね。うーん、あれはもう記憶ないですよ。ラリアット顔面に入って。ジョー・ドーリングとシングルマッチってどういうことで組まれるんですか。しかも冬の、冬じゃないか、冬だったかの青森かどうかですよ。冬の青森で急にジョー・ドーリング対僕、例えばなんか凱旋試合とかなんか地元でとかだったらありそうですけど、それってなんですか。あると急に言われるんですか。いや、カード発表されて、それで知るんです。え、俺ジョードリング知らない。え、これ何ですかとか聞くんですか。いや、聞かないです。もう、しょうがないです。もう決まったことは、はい、30分一本勝負の試合、アケボの浜対真田アンディというのもありました。最悪でしたね昼食抜きましたよ、ね、すごい。今だったらなんか本当夢のカードみたいな、合同工業でありそうなカードですよね。そう、張り手一発であの胸が裂けましたね。張り手一発で、はい、胸が裂けて。でも日本でデビューして半年だけ全日本に行ったの。あ、そうですか。そっからメキシコ行ってこいと言われて。あ、海外遠征ですか。そうです、そうです。でもね、いや、どうだったんですか。メキシコ行きたかったんですか。最初嫌でしたね。だってね、中国武術習ってんのに。いつまで行くんですかって言ったら、また連絡するわって。それ武藤さんに言われるんですか。内田さんで、稲葉と二人で行って。それってある程度日本人も多いところなんですか。日本人宿っていうのがあるんですけど、はいはい、花園めっちゃあれですよ、気使うじゃないですか。その時結構レスラーいたんですよね。あ、なんか結構そのメキシコっていますよね、そういう、はいはい、まあ、で、嫌でっていうのがあるんですね。エルパンテーラっていう選手の家にホームステイしました。へー、それなんでエルパンテーラさんの家に行くことになるんですか。行けることになるんですか。正田さんが連絡してくれてです。お、正田さんにつながる、そこで、はい、で、そこ行ってこいって言われて、うん、で、家にリングもあるんですよ。へー、すごい。で、どうやって行ったらいいねんっていうね。確かにね。どのバス乗ったらいい。それその時は稲葉選手も一緒にいるんですか。一緒に二人で、はい、え、どうするみたいな感じ。でも稲葉はずっとあの食当たりで、はい、あんまり動けないみたいなじゃあアンディ選手が自分で調べて。そうでしたね。うわ、だって治安も悪いでしょ。悪かったんですけど、僕的には心地よかったんですよ。なんでかなと思ったら、天ヶ崎だ
そういうことか。だから僕は食当たりも一切ないです。いやそれもう甘がさきって食当たり多いの。水道水とかも絶対ダメみたいなのあるじゃないですか。水道水普通に飲んでた。いや飲んではないです。普通に歯磨きしたりとかシャワーとか、知らなくてやって、全然大丈夫です。うわーすごい。じゃあもう小さい頃からの蓄積というか積み重ねで。だから帰りたくなかったです日本に。あ、じゃあメキシコすごい肌にあったんです、ね、ずっと降りたんですよ。へえ。でもギャラが安いですよね。お、500円とかでしょ。一試合一試合。うわ一番高くて1600円で。なんでそんな刻まれるの。一番ひどいギャラでタコス2個でした、ね、え、それどういう感じで言われるんですか。今日の試合はタコス2個だからって言われるんですか。むちゃスクラシアスみたいな渡されて、はい、何これみたいな、うん、これギャラみたいな、うんうまかったっすけどね。いやそういうことじゃないですよ。そこでちゃんと言わないと。なんで僕は前日から給料出てたんで。あ、そうか。全然大丈夫なんですよ。ああ、でも ATM にお金が入ってないんですよね、メキシコって。あの機械の中にお金がないんで。あ、そうか、もう強盗とか多いから。そうそうそう、はい、500円ぐらいしか引き出せないです。うん、だからなんかショッピングモールまで行って引き出すんです、うん、うわー大変、はい、でも向こうでそんなにじゃあお金使うこともないですもんね。使わないですね。じゃあメキシコ最高だったんですね。飯もうまいし先輩いないし。そうか。え、メキシコ実際何年ぐらいいたんですか。いや半年です。半年。あ、いやレッスルワンができたんで。そうか。で帰ってこいって言われて、うん、分かりましたって帰りました。だからレッスルワンの旗揚げ戦出てないですもん。だっていやその時はその何ていうんですか、いわゆる全日の契約って どうなってるんですかその辺って。いや勝手に僕はもうレッスルワンになってましたね。あ、自分の意思も関係なく、はい、あいつが来るだろうって多分武藤さん言ってそうですよね。俺のこと好きらしいみたいな。はい、多分そうです。レスラーの契約更改ってあるですか。うん、あれも僕は何も言ったことないですよ。いやもう反抗しますみたいな。あ、毎年今年はこれでとか言われても。ああ、はいはい、もう武藤さんと一緒にできるやったらもうそれでいいです。すごっ。ちょっと照れてましたけどね。あ、武藤さんが。武藤さん照れたりする。結構照れます。一応そういう公開の時やっぱ武藤さんはいるんですか。はい、います。悪いけどよみたいな。悪いけどよないですか。俺でよみたいな。喜んでみたいな。喜んでってで、もうレッスルワンにすぐ。そうですね。じゃあ帰ってこいってある時また言われ、武藤さんから言われるんですか。い内田さんでしたね。まあ、やっぱ内田さん。はい、内田さんってレッスルワンも関わってるんですか。最初はそうでしたね。内田さんもいろいろ関わってるんで、ね、すぐいなくなりましたけどね。ねえ、レッスルワンはもういきなりあそこのゲンスポーツパレスなるんですか。いや違いましたね。最初道場もなくて、はあ、豪徳寺っていうところの一軒家でした。寮が。え、小田急の。はい。そこに僕と、あ、吉岡と稲葉と住んでましたね。3人いて。で僕が後から来たじゃないですか。ああ、から帰ってきたのに僕寮長だったんです。あれ何も知らない。待って、稲葉選手はメキシコはすぐ帰っちゃったんですか。旗揚げ戦に合わせて帰ったんです。ああ。僕は試合が決まったんで。はいはいはい。それ出てから帰るって感じ。レッスルワンの旗揚げってあれですよね。当日発表の先生が。そうです。あれ TDC ホールでしたっけ。そうです、ね。そうですよね。あ、そうだ。すげえ覚えてるな。なんで豪徳寺だったんですか。いや分からないです。一軒家。いや、知らないですよ。知らない、急に知らない県行くの怖くないですか。そうですね。だからまあみんなはそこで住んでるからって言われて、はい、そこに住んでる。メキシコから帰ってきてそこに行きました。いきなり豪徳寺に。はい。でも練習とかはどうしてたんですか。練習もだ、ジム行くだけです。あー、なるほどなるほど。でそこからゲンスポーツパレス行ったんですけど、はい、ゲンにリングないんですよ。あれだって今はあるじゃないですか。なかったです。ないんですかその当時。で柴田選手からもらったんですかね。ああ、そうだ、柴田選手のお父さんがリング、はい、ててあ、ありましたね、そんなこと。であれをみんなであの4階まで運んだんです。あれなんすか、あれなんか普通にトラックかなんかで来るんですか。そうですか。うわー、すげえ。あれたまにオクタゴンとか急にできたりするじゃないですか。あ、そうですね。あれは何なんですか。あれもまた関係ないの。あれはなんか格闘技ですよね、確かに。あ、格闘技のやつ。あれも運びましたからね。あ、そういうのもやって、はい、寮長でしたもん。あ、そうか、寮長だ。でも寮長も豪徳寺限定じゃなくて。そうですね。
現に行っても僕は寮生。現に行っても現に行ったら寮生が増えたんですよ。あ、下が入ってきたんですか。あと WLC と国家の合併したというか。ああ、そうか。ダシーさんの方も土井選手とか。土井選手、はい。で、あと熊嵐とアレハンドロと、はい、あ、足野が入ってきた、入ってきたんで。でもリングないんで、うん、練習も何もできない。その時じゃあアンディ選手が練習見る感じなんですか。そうです、僕と大和さんです。大和さん、大和さんが練習教えてるってなんかイメージ湧かないですね。めちゃくちゃ怖いですよ。やだすごいやだ。一回熊嵐が腹筋めっちゃしんどそうだったんですよ、うん、ちゃんとやろうなって言って、大和さんがいやーってなって、うん、お前泣くまでやってみろって言った瞬間泣きました。さすがさすが熊嵐さん。そんな厳しいんだ。え、その現スポーツパレスはあそこってあの泊まれるスペースもあったと思うんですか。でも 2階ベッドですか。2段ベッドですか。2段ベッド、はい、があれ5台ぐらい並んでるんですよ、そのどっかの場所に、はい、そうです、リングじゃないところの。それが部屋です。もあそこ でも ベッドしかないです。もう本当ベッドでもうナチスの刑務所みたいな感じ。そう刑務所です。ベッドとタンスだけみたいな感じです。あでそこにじゃあみんなここで10人です。10人、はい、プロレスラーが、はい、でたまにレネとかもいるんで。えその時10人誰がいたんですか。僕と稲葉と吉岡でしょ、はい、で、イケメン、イケメンもいる、ドイ、はい、クマ、アレハンドロ、アシノ、はい、あと誰がいたっけ、村瀬、村瀬、歌丸、はい、あと誰、あとは、あ、藤原ライオンかな。藤原ライオン、それもちょっと、え、それでか、みんなそこに、みんなそこに住んでるってこと。住んでるんです。みんなそれぞれのね、今場所で活躍してる、そうそうたるメンバーが、うん、それなんか、なんすか、みんな和気あいあいやれたんすか。結構、そうっすね、やってましたね、うんうん、シリーズから終わったら、バスで現に帰ってくるんですけど、うん、そのまま飲み会なんですよ、うん、浜さんと真田さん主催で。なんか本当レッスルワンの人って、酒強い人多くないですか。で朝9時まで飲んで。で、現っていろいろ入ってるじゃないですか、あのボクシングとか、うん、まあ、K-1 も地下には水泳もやったりとかして。あ、はいはいはい。んで、9時まで飲んでて、あのちゃんこ食べるところで、ちゃんこがあって、はい。で、食べてて、9時までってみんな生きてるんですか、はい、その時。で、だんだんあのいなくなってくる。みんなで、クマいないみたいなって、探しに、クマ原さんいないと。探しに行けって言われたら、うん、あのロッカールーム行ったんですよ。ほう。で、あの水泳の人がもう泳ぎ終わってて、うん、ドライヤーで髪乾かして横にクマが倒れてました。でも見ぬふりしてクマ言いませんでした。やばなんかそのレッスルワンの道場時代の酒のエピソードってやっぱよく聞きますよね、はい、一回土井とパンテーラがベロベロで帰ってきて、うん、道場に、うん、消火器ぶちまけた。ピンク色す。なるほど、はい、ピンク色です。で、パンテラの言い訳がメキシコの消火器は止まるって言って。ここは止まんないからダメだと。知らなかった。知らなかった。すごいなぁ。たりとか。でもやっぱりあの当時やっぱあそこに道場構えてるってやっぱでかかったね。でかいですよね、うん、僕やめようと思ったこと一回もないですけどね。あ、レッスルワンは、はい、だって確かにね、練習したければすぐできるし、リングもあって、武藤さんいるし、武藤さんやっぱ武藤さんがいるからなんだな、根底に。そこはでかいっすよね。でも武藤さんの洗濯もたまにやったんですけど、うん、グレート武藤の頭巾かぶりましたもんね。グレート武藤のこれ洗ってくれとかなるんですか。なるんです。僕からしたら幸せじゃないですか、うん、かぶってみてモノマネしてた。誰も見てないですよ。めちゃくちゃ変態じゃんもう。え、なんすか、ちゃんとネットに入れて洗うんすか。そうです、ひっくり返して。ひっくり返して乾燥機入れずに、ああネット入れて。カズさん結構ちっちゃいあのタイツやつ。ああ結構ピチッとしてるね。乾燥機入れすぎて、うん、
めっちゃちっちゃくなってます次のリーグこれきつくなったな片玉見えちゃうぐらいでもバレなかったバレなかったちょっとなんかもう刺繍がギュッてなってましたうわこれ初めて言ったんですよこれそれはそれをやっちゃったのがアンディ選手ってことですよね、はい、そうかそうか頭巾もねあるしねそこやっぱだから根底に武藤さんがいるんですよね、うん、アンディ選手はガウン着てみたいとかですね、うん、結構白いやつあ白いガウンあの入場のちょ着てみたいですか、はあ、えガウンも洗っといてくれってなるんですかいや洗わないですよあのかけとくんですよ、はあ、前日の道場の、はあ、ところにかけとくんですけどそれを着てみたい誰もいないで着てみたいとかですうわアホですよアホですよ好きすぎる武藤敬司のことがじゃああれ着てみたくなるじゃないですかまあね確かにあったら着たいけどね着てなんかうわーってなるわ写真撮ったりどうする一部がお時間にはいなってきましたのでこの後写真撮影もありますか、はい、今日実はカンフースタイルって知ってましたかこれカンフーギはいあれこれちなみにどこで買ったんでしたっけ楽天ですま、楽天の中国の店しか売ってないんですよ、ま、届くの3ヶ月かかりますから、だってもう僕もさっきびっくりしてこれどこで作ってもらうのっていや楽天ですよ日本で作れないですよねこれ作れない